えー、24歳月収5万円の無職です。5万円あるなら無職じゃないじゃん。無職から下克上したいと思い、音楽で生きていくことを決意しました。音大に行こうと思うのですが、現場感を知りたいので専門学校に行った方が良いですかね。いいえ。半年後に家が潰れるので、まずは曲を YouTube でアップしてみました。えと、その月収5万がどっから出るかわかんないですけど、あの、ちゃんとした音大って、そう簡単には受からないですよ。 なので、あの、まあ、本当にその音楽を作る才能自体ないのであれば、専門学校から行って1からスタートっていうのはありかもしれないですけど、ただま、一応曲を YouTube でアップできるのであれば、まあ、作れてるということなので、もうそれでひたすらファン増やそうこうでいいんじゃないですか。専門学校に行ったからといっても別にあの YouTube の,のファンが増えるわけではないので、で、今の時代、 YouTube とかニコ動とかにうう SNS に曲を上げないで音楽で食える人ってほぼいないと思うんですよねあのまあ歌うたいの人別ですよあの曲を作って何とか食ってこうと思うのであれば YouTube にあげるってあのほぼ必須だと思うんですよなのでもうすでにそれができてるのであれば YouTube の中でいかにファンを増やすかっていうのを地道に今からやっていった方がいいんじゃないかなと思いますマッティさんが謎の顔文字に6100円払ってる